地方、阪神秋山、ド派手に行く。大丈夫か？これもチワワだろ。石原はともかく草に打たれるのはまずいですよ。内田にもツーベース打たれてて草。膝やって終わった感じ。林かなと思ったら石原と草に打たれてんのかよ。ゲンドラ行きや。いよいよ野手転向か。大竹というキラーの後継者出てきたから大丈夫や。こんなのがロテに入ってるのがヤバすぎる。今年のドラフト目玉やろ。レフト空いてるで、森下より打つやろ。来季も秋山残すために巻き餌で抑えられてるふりすればええのに、打っちゃうカープってアホやな。マックス130キロしか出てないらしい、もう引退やろ。広島の強肩、阪神のポメラニアン。3年後には100キロ出てないやろこれ。相変わらず球遅いな、右で140出ないのはもう無理があるんよ。134キロストレート、128キロフォーク。